どうも、トリプルナインです。本日の動画はこちらになっております。本日の日朝感想2018年9月9日分の放送の感想を言ってまいりたいと思います。まずは怪盗戦隊ルパンレンジャー VS 警察戦隊パトレンジャーの感想から参りましょう。第31話、自首してきたギャングラー2018年9月9日分の放送でございます。ルパンレンジャーがロボットでギャングラーと戦っている中、パトレンジャーは虐待を受けているギャングラーを発見し、その怪人であるウラザーは、なんと自首してきました。自首してきたウラザーから情報を得るため、いろんな刑事ネタで攻めてみますが、全く効かないようです。今度は司ちゃんで取り調べをすることに。しかし、ノエル君の判断で申請された場所が、日本からフランスになり、ケイチロー君たちはウラザーを空港まで送らせる途中で、ギャングラーの戦闘員が襲いかかってきます。司ちゃんはウラザーから金庫に入っていたコレクションを渡されますが、突然ウラザーの性格が変わり、襲いかかってきます。どうやらウラザーは善と悪が入れ替わるコレクションを、取り外したことにより、性格が元に戻ったようです。ケイチロー君たちはパトレンジャーに変身し、ウラザーに挑みます。ケイチロー君たちはパトレン融合になり、一撃ストライクで見事ウラザーを打ち倒しますが、突然ゴーシュと金庫をたくさん取り付けた新たな怪人が襲いかかってきます。ゴーシュはウラザーの壊れた金庫を新たな怪人に取り付け、巨大化させました。ケイチロー君たちはパトカイザーで挑みますが、圧倒的強さにやられてしまいます。今回はここまでとなっております。次回もお楽しみに。続いて仮面ライダージオウの感想に参りましょう。第2話ベストマッチ2017、2018年9月9日分の放送でございます。前回のお話の引き続きとなっております。ゲイツ君はゴーストアーマーになり、総合君に襲いかかりますが、つくよみちゃんがタイムマジンで攻撃を跳ね返し、その間に総合君はバイクで逃げます。しかしゲイツ君もバイクを使って総合君の後を追います。一方敵幹部のウールは倒れたバスケ部員を使い、再びアナザービルドにしてしまいます。ゲイツ君とつくよみちゃんはアナザービルドを発見し、ゲイツ君は仕方なく仮面ライダーに変身し立ち向かいます。一方総合君はウォズと再び出会い、仮面ライダービルドの存在とアナザービルドの存在について説明を受けます。その一方ゲイツ君が苦戦している中、総合君がやってきて時間ギレードでアナザービルドの攻撃を跳ね返した後、必殺であるタイムブレイクでアナザービルドを倒したかと思いきや、再び復活し襲いかかってきます。アナザービルドの復活の謎を解くため、総合君はビルドの変身者であるセント君がいた場所へと戻ってみると、そこにはツナギーズの T シャツを着たセント君とリュウガ君がいました。どうやら総合君と出会ったことを覚えていないようです。総合君は2人にライドウォッチを渡すと、ビルドとクローズのライドウォッチになり記憶を取り戻したみたいです。思い出したセント君は総合君にライドウォッチを返します。そして総合君たちはタイムマジンで過去へ飛び、2017年の世界へ行きます。一方、過去の世界にいるセント君たちはアナザービルドと戦っておりました。そこで総合君たちが駆けつけますが、その途中でウールが時を止め、総合君たちにアナザービルドの状況を説明してきます。ウールは総合君を試すため引き下がります。総合君とゲイツ君は仮面ライダーに変身し、セント君とリュウガ君と共に戦います。しかし、セント君とリュウガ君はアナザービルドの影響で変身が解除されます。そこで総合君はビルドライドウォッチを目にすると、ウォズが現れ、ビルドライドウォッチを使うと、ビルドの力を受け継ぐ代わりに、総合の責任が伴うそうです。総合君は迷いなくビルドライドウォッチを軸ドライバーにセットし、仮面ライダージオウ、ビルドアーマーに変身しました。ジオウとゲイツの必殺である、ボルテックタイムブレイクとキワキワ打ちで見事アナザービルドを打ち倒しました。総合君は二人の歴史を戻すため、ライドウォッチを渡し、元の時代へと帰ります。その後、総合君のおじさんの家に、つくよみちゃんとゲイツ君が居候することに。次回、総合君は仮面ライダーエグゼイドの変身者、北条 M と出会います。次回も楽しみに。続いて、ハグッとプリキュアの感想に参りましょう。第31話、時を進め、メモリアルキュアクロック誕生、2018年9月9日分の放送でございます。では、文章の方を読んでいきましょう。楽しかった夏休みの思い出を話していた時、見知らぬ女の子が花に声をかけてきました。女の子は花が前にいた中学校の友達のエリです。でもエリはそれ以上は何も言わないで行ってしまいました。この出会い以来、花もどこか上の空になってしまいます。偶然街で会ったエリから事情を聞いたサーヤと誉れ、花は前にいた学校でエリをかばったため辛い目に遭っていたというのです。思わず花を抱きしめるサーヤと誉れ、そしてエミルとルールの歌が花にいつもの気持ちを取り戻させるのでした。心を落ち着かせた花はきちんと自分の気持ちをエリに伝えました。再び心が通い合う二人、そんな時エリたちの時間が止まってしまいました。それはジンジンと匠が持ち出したクライアス社の新兵器の仕業です。花たちはプリキュアに変身しました。新兵器がいきなり暴走して、ジンジンと匠は巨大な怪物になってしまいました。その時プリキュアは新しい力に目覚め、未来クリスタルチアフルによりメモリアルキュアクロックが生まれます。
その力で新たな姿チアフルスタイルへと変身したプリキュアは、プリキュアチアフルアタックでジンジンと匠を浄化するのでした。ではここから感想の方行ってまいりたいと思います。花ちゃんたちが今年の夏休みの思い出を語っていると、花ちゃんの前の学校にいた同級生であるエリちゃんと再会しますが、エリちゃんは逃げていきます。その後サーヤちゃんとホマリちゃんが花ちゃんの様子についてお話ししていると、エリちゃんと出会い事情を聞くことに。さらにその後花ちゃんにエリちゃんの事情を説明した後、エミリちゃんとルールちゃんがやってきて歌で花ちゃんを応援します。そして花ちゃんたちはエリちゃんがチアをしている会場へ向かいます。そんな中メイクさんが来れなくなったことを聞いた花ちゃんたちは未来パッドを使ってメイクアップアーティストになり、エリちゃんの元へ向かいます。しかしジェロスさんの部下である匠とジンジンが現れ、トラウムの発明品を使って街中の人の動きを停止させてしまいます。匠とジンジンが発明品を使いすぎた結果、トゲパワーが暴走し二人は合体しておしまいだ化してしまいます。花ちゃんたちはプリキュアに変身し立ち向かいます。おしまいだを抑えた後、花ちゃんの思いがハグタンに反応し、新たな未来クリスタルである未来クリスタルチアフルが誕生しました。花ちゃんは未来クリスタルチアフルを未来パッドにセットすると、未来パッドが進化してメモリアルキュアクロックになりました。さらに花ちゃんたちはハグッとプリキュアチアフルスタイルにフォームチェンジしました。合体必殺であるプリキュアチアフルアタックで見事匠とジンジンを浄化させます。その後花ちゃんはエリちゃんに思いを伝えることができました。次回ホマレちゃんが人魚になってしまいます。次回もお楽しみに。ということで今回これにて以上です。ありがとうございました。では皆さん次の動画をお楽しみください。それではまた会いましょう。さよなら。